下から当たっちゃったか。あ。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今回ね、ブラッドスティンとカースオブザムーンのね、2回目やっていきましょう。とりあえず仲間も増えてきて、最初のね、ザンゲス、あとはミリアム、そしてね、今、アルフレッドっていうね、遺伝金術師の方も仲間になりました。あと1人いるらしいですが、ちょっとね、どんどんやっていきましょう。じゃあ、このアルフレッドとかをちょっと、どんな能力かっていうのを楽しみにしていきましょうか。めっちゃ通常攻撃はリーチ短いんですが、うん、ちょっと行きましょう。じゃあ3つ目かな、ステージは。あ、そっか。なんかいろいろとルートもあるのかな、今。マップの形がそういう感じに見えましたが、うん。じゃあ行きましょうか。リーチ短いね、やっぱね。案の定というか。ただね、おっと、怖い怖い怖い。じゃあ X はどんな感じなんだろうな。おっと、怖い。あ、すごいよ。こんな感じで、あ、すごいね。おー、強いな。ここで効果終わるって感じだけど。うん。あ、何？分身？すごいね。というわけで、この人は錬金術師って言ってたけど、なんか魔術師みたいですね。それこそね。はい。ただね、ごめん、若干ちょっと戦いにくい気もするので、うん、ここは変更していきましょうか。仲間はね、まあ、好きな時に変えれるのがこのゲームなんで、うん、じゃあミリアムでいきます。はい。ミリアムはいいな。やっぱリーチも長いし。あっと、怖い怖い。ウェポンはな、僕結構なんか少し控えめにいってるんですけど、まあ、がっつり使っちゃってもいいのかな。うん。まあ、回収はね、そんなに難しくはないからね、ウェポンポイントはね。この上方向はどうしたらいいかな。なんか、あんまいい攻撃方法が思いつかない。さて、下行けと言ってますね。うん。おっと。高いな、ジャンプ。めっちゃ高い。どうしよっかな。たまには、ちょっと、こういうところも行ってみますか。いける？怖いね。あ、怖っ。なになになに。倒すとか。たまにはキャラ変えてみるか。残月で。うん。おっとっと。ちょっと上からの強襲怖いな。どうしようかな。こういうところ行く場合は、ミディアムでスライディングかな。いろいろ方向があって迷っちゃいますが、うん。ちょっと気ままに行きましょうか。あ、取んなくてよかったかも。まあいいや。お、リーチも長いね。うん。あいつ倒しにくいよね。でっかいハート。うん。うん、ガスッと焼きましょうか。まだちょっとやん。これ、当てにくい場所への攻撃方法が、慣れないと大変かな。難しいね。ちょっといろいろなキャラクターで、うん。体力回復しておきたいんだよな。なんか守ってんのかな。おっと、すごいな。めっちゃすごいな。あ、いやー、これはやれたな。じゃあちょっと気になりますが、上は今は無視で進んでいきましょう。お、めっちゃでっかい宝箱みたいのがあるな。あ、敵か。案の定ですね。うん。では気をつけながら。うん。あ、結構難しいんだよな。ジャンプの軌道が、ジャンプちょっと高さないんで、うん。じゃあここは、おじいちゃんだけになっちゃいましたけど、進んでいきましょうか。よいしょ。あ、強いね。強いのはいいんだけど、これさ、いける？大丈夫だね。
上に乗れるんだ。キャンドルは回収して、どっち行きましょうか。純粋前行こうか。いいね。こういう時はまあ一撃で倒せない敵にはちょっときついね。被弾しちゃいますね。ウェポンポイントはどれぐらい使うんだろう。まあこいつには、痛い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 。さあちょっとね、おじいちゃんの大冒険みたいになってますが、足場に注意していきましょう。いけるかな。オッケー。まあカジュアルスタイルなんでね、一回負けてしまうのもありなんですけど、まあ下かな。ちょっといろいろ進行方向あって迷っちゃいますね。はい、ハートを回復し、下下がってみようか。なんかすごいハート。取りたいな。取れないか。取れないかな。うわー、悔しいな。取れなさそうだね。これ大丈夫？降りれる？さ、下から当たっちゃったか。あ、階段で降りなきゃダメか。ちょっと全員やられてしまいました。スタートはこんな感じ。これで全員一回復活ですね。よいしょ。最大値上がったかな。ちょっと気をつけながら下がっていきましょう。だから、やっちゃったな。同じことしちゃったな。さて気をつけながら行きますよ。今度こそ行きますよ。移動はね、階段使わないと死にますんで気をつけて。降りれたね。これは死ぬわな。おっと、敵ですね。お、何これ。コインみたいなもんかな。お、かっこいいね。足場だよね、これ。足場乗っていこうか。触れても大丈夫なのか。お、これは、あ、ちょっと待って。あ、なるほどね。こういう感じで、崩せるんだね、足場をね。さ、攻撃していこうか。もう可能ならね、こっからでも当てられるか。さあ、どうする。あっと危ないね。すごいね。おっと。ちょっと避けつつ、本体に攻撃を仕掛けていきましょうか。おじいちゃんも使うか。ちょ、危ない危ない。おじいちゃんうまくいかないな。ちょ、アルフレッドさん頑張った。いてずさ。とりあえず乗るまでは少なくとも、うわ、その、うわ、すごいね。さ、手の攻撃きますね。いいでしょう。わあ、ちょっとすごいな。さすがに賑やかだね。じゃ、たまにはね、攻撃して。さ。これ、ダメージ入ってんのかな、なんか。よいしょ。さあ、来ますね。すごいな、量が。OK かな。あ、危ない危ない。ここら辺にも攻撃判定あるから注意ですね。はい。こういう時は、あ、ウェポンないか。
わ、すごいな。全部ムクロだったのか。うん。OK、仲間も復活ですね。じゃあ、4人目の仲間かな。うん。うん。そのシャードリンカーか。うん。それも多くの悪魔の力を取り込んでいる。うん。うん。なるほど。なかなか鋭いとかだな。俺にはね、悪魔の力必要だと。今は互いの目的のために協力するのは悪くないかと思うが。うん。ジーベルですね。はい。ジーベルはなんか悪魔なのかな。はい。これはね、仲間の説明ですね。うん。じゃあ、ちょっと見ますよ。サモンダーク、Y ボタン。おー。チェンシー、イモータル、X ボタン。へー。ブラッドステイル。うん。おー。なかなかいろいろできるんだな。お。ジーベルは変身できるみたいですね。はい。基本的には、おぉ、こういう感じか。まあ、そもそも本当にドラキュラみたいなもんなのかな。うん。ドラキュラというか、まあ、悪魔の一派みたいな感じですかね。はい。ではもうちょっと進みましょう。仲間はね、これで全員かなって感じです。んー、ちょっと今ごめんなさいね。今、まあ、ステージ新しく始まりましたかね。ウィキペディアでちょっと見ると、ジーベルを錬金術師に結晶を埋め込まれた青年、サブウェポンの代わりにコウモリのようなステンドグラスに変身し空を飛ぶことができると書いてありますね。うん。というわけでそういう能力もね、どんどん使っていきましょうか。じゃあ仲間もこれで全員揃ったってところですね。うん。ジーベルの通常攻撃はなかなか使い勝手いいかな。いいですね。僕は全然ツーリアクションは本当に波の腕しか持ってないんですけど、カジュアルスタイルだとすごいこのゲームのね、キャラクター切り替えとか、まあいろんなウェポンとか楽しいところをね、すごい存分に楽しみながらやっていけるからとてもね、いいですね。で、まあ慣れてきたらね、その、レトロモードとかもね、ちょっとやっていけるのかなと思うと、うん、幅広く楽しめるかなと思います。あとまあ、任天堂スイッチ価格だと1000円なんで、まあ全然すごいお手軽かなと思うんで、うん。さて、なんかあっち行けと言ってますが、これ落ちちゃうから。あ、待てよ、これをさ、あーすごいね。ちょっとね、B で戻るんだよね。というわけで、コウモリになってますね、はい。変身か、うわ。強そうだな。こういうところはちょっと地形的なね、そういう利点を見せつつ。はい、いいですね。倒せました。うん。よし、じゃあ進んでいきましょうか。ちょっとウェポンポイントは適宜回収しながら。おっと、あ、下部分にはちょっと攻撃大変だな。こういう時はね、キャラクター変えながら。ダメだな。まあ右でやるかな、こういう時は。お、なんか空いてましたね。うん。よし、ゲイ。さーて、アジャがいますね。どういう方向で行こうかな。スライディングで行こうか。お、下方向にか。おっと、来たね。めっちゃ来たわ。さっと行くか。うん。ウェポンポイントは共有ですね。はい。今はスッと行こうか。
どんな範囲で攻撃してくる？大丈夫かな？聞いてないですね。おっと、やめて。うん。で、倒しました。困ったね。まあ、いろいろやり方はあるんだろうけど、こうやっていってみますか。かたくなに、避けてはくれないな。うん。お、月が今回は半分になってますね。うん。半分の月が昇るときですね。うん。おっとっとっと、すごいな。激しい攻撃ですね。ただ、手前に落ちるので、おっと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 、倒せない。当たらない、当たらない。ちょっと待って、当たんなすぎだろ。よし。場所が悪いと全然当たんないですね。うん。ハートのおかげで割と消費は少ないんですが。ちょっと待って、忙しすぎて、どんな敵かよく見えてないんだよね。ちょっと痛い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 。人気者だな。ちょっと待って。激しいね。ちょっと待って。すごいな。あ、ちょっと危ない危ない危ない。ちょっと待ってね。ライフ一気に減っちゃったな。他の人で体力回復出すまでは。ジーベルはちょっと控えておこうか。オッケー。さて、これにしてみるか。変えますよと。体力が怖いんで、終わったら戻すと。残月にしてみようか。ハートが欲しいところですね。あ、何これ。なんだろう、ステータスアップとかかな。さあ、ちょっと気をつけながら。痛い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 。そうですね、アタックがアップしてますね、きっと。今ウェポン使った時はね、ハートが欲しいんだよね。おっと、倒しちゃうのがあれでしょう。うん。よし、またちょっと来ましたね。おっと、チェーンかな。うん、もらっておきましょう。彼女なら壊せるか。うん、届くか。うん、届くね。さすがいいジャンプですね。はい、ちょっと、よし。これは何だろう。まあいいや、もらっておきましょう。スライティングで避ける。よし。倒すと。いかないですね。うん、当たっちゃった。すごい軌道が独特なんだよな。当たんねえ。体力を減らしたくないね。あんまりね。残月で取っちゃうか。なかなか悔しいな。よし、オッケー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ね。軸を合わせて、うん。ウェポンポイントはいいでしょう。うん。よし。ちょっと幽霊というかね。お化け的なやつがたくさん出ますが、では登っていきます。あー、ここでか。うん、じゃあ今回は残月とかをメインに戦ってみようかな。お、ちょっとね、竜かな。さあ、なかなか怖いですね。倒せるか。
入るね。あ、ちょっとちょっと、避けんのも大変だな。よし、確実に避けていきましょう。うん、大丈夫だね、なんとかなる。とりあえずは少し上の足場でチャンスを見て、おっと、これは少し離れないとダメだから。ギリギリだな。置いて帰ろうか。OK? じゃあ下の首は鳴りを潜めた子。うん、じゃあ上に行きますよ。攻撃して離れると。うん。OK。このね、ちょっと、基本ができれば割と大丈夫かな。ウェポンポイントもまだまだ余裕ありますね。ちょっとガンガン使っていきますか。ただ、おっと。普通に切った方がいいかな。さあ、またなんかこっから来るような気もしますが、おーっと、吸い上がってきたね。怖いな。またあっち、あっちから来るか。合わされましたね。おっと、怖いね。危ね。確実に当てるときは当てて、避けていこうか。下も怖いんだよな。あぶざざざ。一回待とうか。あっと。おっと。じゃあ、チェンジで。ちょっと最後に一撃だけでしたが、うん。ミディアムで、うん。多分倒したよね。うん、やりましたね。まあ、今回は仲間加入っていうのもないだろうなと思いながら。いいですね、勝ちポーズがかっこいい。よし、オッケー。じゃあ次のステージですね。うん。じゃあステージ5が始まります。うん。じゃあ動画的にはね、一回こうできようかなと思いますので、よろしくお願いします。ただね、これって途中でセーブとかできるのかなっていうのが不安なんで、まあ、次始まるところはここから始め、うまく始めようと思うんですが、もしかしたらちょっとね、体力とかは違うかもしれないんで、そこら辺はね、ちょっとご了承ください。うん。じゃあね、今回はこのゲーム、ブラッドステインのカースオブザムーンのね、その2でした。よろしくお願いいたします。失礼いたします。